今回ですけども、世界最大モバイルショッピングアプリ Wish でこちらを購入しました。ヘッドライトレンズ修復システム、自動レンズ修理、車用レンズクリーナー。購入価格は130円で送料は136円。いわゆる車の劣化したヘッドライトレンズを修復するためのものですね。8年とか経過するとヘッドライトのコーティングが剥がれて樹脂の劣化や傷なので黄ばみや曇りが出てきます。そんな車に使用するものですね。新しい車には使わない方がいいと思います。使い方ですが、まずヘッドライト周りを養生してサンドペーパーで磨きます。ライトの程度にもよると思いますが、400番もしくは800番くらいから2000番までを使用して順番に研磨します。研磨が終わったら水洗いしてアルコールで脱脂をしてからこの液体を塗って乾燥すれば完成ですね。130円で買ったのでかなりうさんくさいですが、私の車でね試してみたいと思います。現状はこんな感じで、全体的に黄ばんでおり曇りもありますね。よく見ると内側からの劣化もねひどいですね。これは外側から削ってもおそらく無理だと思います。左右どちらも同じような状態となります。今回使用するものはこちらで、ウィッシュで買った HGKJ8、 この液体と、あとマスキングテープと養生テープ、あと脱脂用のアルコール、あと耐水サンドペーパー、こちらが5種類と、あとペーパー掛けするときに使うスポンジホルダー、ライトに流す水と、あと後から使用していますが金属磨き用のピカール、こちらをね使用しております。
あとは乾燥すればね完了ですね。向かって左側、右側ヘッドライトのみを施工した状態となります。見比べると分かると思いますが、ここまで綺麗にやるとはね思いませんでした。研磨の効果が特に大きいとは思いますが、ビッシュで買った液体の効果もあるのかとは思います。研磨後に比べてさらにねクリアになった感じがしますね。はい、こんな感じでヘッドライト磨きの参考にはねなると思います。動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。